ここは私立伊旦高校。今までずっと普通だった僕がこの学校に入れるなんて。僕は知っている。周りの空気を読んで目立たず生きていく。挨拶は大事。おはよう。僕の高校生活は、へい。お、小見さん、ど、自己紹介。すげー。はい。ただの人人です。ただの君は早くも自分の高校生活が終わりを告げたことを悟った。お、消しゴム落とした。は、早く渡さないといいんじゃ。ただの君は見なかったことにした。人の声。あ、しまっ、次体育館。もしかして人と話すのが苦手なんですか。これは失礼、すごい失礼。本当に苦手なんですね。もしかして黒板に書いて筆談とかなら。そうなんだ。今までのリアクションでなんとなくかな。と何か話したいことあるのかな。ただのさん。これ使ってください。この人は普通の女の子な。目標は人と話すのが苦手な小見さんの。只野くんは高校生活の目標を小見さんの友達100人作りに決めた。イメージトレーニングはバッチリだ。僕は小見さんを手伝うって言っても僕に友達がいなきゃどうしようもなかった。でもまだやれることはある。おさまさん、頼みがあるんだけど。おお、親友の頼みなら何でも聞くよ。僕はこんなやつなんですけど、悪いやつではないと思うので。これは友達になってくださいって言ってるんだよ。あ、でもごめん、それはちょっと無理かな。おさまさん、ちょっとこっち来い。はいはーい。いやー、ごめん、僕小見さん苦手なんだよね。小学2年生の時。小見さん、僕が何言っても無視されちゃってショックで1週間寝込んだよ。話せばわかる。なんだ、やけに小見さんの肩を持つじゃないか。いいよ。お、小見さんと一緒に帰ろう。僕と只野くんの仲じゃないか。さっきはごめんね、友達になるの無理とか言って。本心じゃないんだ。大丈夫か。やあやあ、小見さん、お昼一緒にどうだい。
ただのくんじゃないか。もしや一人でご飯かい？どうしてもと言うならこっちに混ぜてあげようか。え？小美さんは友達100人作りたいんだって。なるほどね。喉が渇いてきちゃったよ。小美さん行くの？行ってらっしゃい。さあ何をボケっとしてるんだい。小美さんについてってあげなきゃ。また僕はこんな役か。まあストーカー、ストーカーね。いらっしゃいませ。ご注文は？お客様。どうする、小見さん。わかる、この少女の飲みたいものが。終わりました。ありがとうございました。帰っちゃった小見さん。本当にごめんね、コミさん。こんなことになるとは。コミさんが拗ねてる、かわいい。分前に遡る。で、つまり僕は生徒の中から比較的コミさんに近い性質を持つ人をピックアップしてきたよ。次の友人候補はこの中から選ぼう。あがりちゃんはとってもいい子なんだけど、対人関係のストレスに弱くてね。かわいそうに。あれ、あ、小見さんも。あれ、あがりちゃんもいない。小見さん、その今日じっと見られてて、あなたのおかげで私少し変われました。今だ。あのさ、二人とも気が合いそうだよね。友達になったらとかどうかな。よろしくお願いします。小見さんに友達が増えた。え、今というか今まで持ってなかったんですね、携帯。なるほど、なんで貯めたんだろう。いつの間にそんな。携帯、僕の携帯の番号が知りたいの。ただの君は心の中で方向した。はい、じゃあまず学級委員長、このクラスのトップだ。コミさん、僕に任せな。僕はコミさんが学級委員長ってのは反対だな。はあ、何言ってんだなじみ。コミさんは学級委員長なんかに収まる器じゃないだろ。コミさんの役職をみんなに決めよう。学級委員長が空いちゃったぞ。誰か立候補か推薦はないか。ただの一択。めんどいからただの。押し付けられた。もしもし、小見さん？おかけになった電話番号は現在使われておりません。え、あ、うん、小見さん
電話だとちょっと話せるんだな。おい、めっちゃ綺麗。お兄ちゃん、うるさい。やってみたいんですか。聞こえてるんだよ。え、小見さんこっち混ざりたいの？大丈夫だよ、みんな喜んでるからさ。ね、僕も混ぜてもらってもいいかな。え、もちろんいいよ、みんなでやった方が楽しいもんね。斉藤さんゲームはちょっと難しいから、まずは指スマにしようか。じゃあ僕からいくよ。指スマ6。1足りない。一節制の4。あらら、ダメか。こ接待プレイ。競技はタケノコニョッキ、罰ゲームはキス顔をさらすだ。どうだい。タケノコニョッキとはキス、私にキス顔を。さっきまでと気迫が違う。あとはあなたたちだけよ。追い詰められた。思いついたけどな。ハチニョッキ。あ、いけない、筋間違えちゃった。僕の負けだね。あ、うん、大丈夫。私の名前はヤダのマケル。しがない領民ですが、今はちょっとした目標があります。それはこの身体検査で古見さんに勝つことです。クラスで最も優れた存在に勝つ。さあ、全部測り終わったわ。勝負、勝負よ古見さん。よっ、ルーあ、私の方が多い。引き分けね、コミさん。おはおは。あ、なじみちゃん、おはよう。今日、あ、コミさんもおはよう。しゃあ、やったぜ、おら。私今すごく安心してる。だってそうでしょ、私みたいな平人がコミ様になれなれしく話して。というわけで、こちら山井蓮ちゃんです。この前遊んだの覚えてる？山井蓮です、よろしくね。ママのような愛らしさじゃない。触りたい、舐めたい、舐めたい、付き合いたい。いつも通りやればいいのよ、山井蓮。私今日作りすぎちゃってね、お弁当。もしよかったら古見さんちょっとだけ食べてくれない？ん？頑張りましょう。あ、もうホームルーム始まっちゃうね。じゃあ後でね、古見さん。あれ、今日只野くん休みなんだ。これから何されるの僕。誰か。山井ちゃん、今日山井ちゃん家行っていいかな。私は古見さんの近くから離れたくない。だって楽しかったんですもの、古見さんとのお昼休み。あ、もちろん古見さんも行くよ。古見さんが。ってことはベッドやクッションに古見さんの香りがつく。え、もちろんいいわよ。古見さんの圧勝だった。部屋散らかってるからちょっと外で待ってて。いいよ、ごめんね急に。じゃあ後で埋めてあげるね。いや、何？騒いだら埋め。いいえ、騒がなかったら埋めないであげる。はい、いらっしゃい。なじみだ、なじみ、助けてくれ。ごめんね、隣の住人がうるさくて。じゃあ私お茶入れてくるから待ってて。クローゼットは開けないでね。なんだ、見ちゃったの。これは古見さんのためなの。だってそうでしょ、神である古見さんの近くにいるっておかしいでしょ。改めて言われるときっついな。コミさん、そう、私を幸せにしてくれる存在なの。だから只野くんはいらないの。だから私なの。私こそコミさんの友達にふさわしいでしょ。
リチギ。待って、コミさん、私はあなたのために。コミさん、怒ってるのかな。やっぱり怒られるの僕。そっか、わかった。僕の友達は僕が決めるよ。Thank you.